んにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回ですね、ご覧の皆様にね、お伝えしていきたいのは、グラトリに挑戦したい、グラトリを基礎から覚えたい、グラトリを始めてみたいけどどのような板をね選んでよいのかわからない、ね、そのようなグランドトリック初心者の方が、グラトリをするときに、ね、どのような板を選べば上達が早くなるのかというのをねお伝えさせていただきたいと思います。さあまずですね、グラトリに挑戦するときに最低限押さえておきたい基本の動きがねあります。それは飛ぶ、回る、乗る、ね、はい、この3つの動きをね押さえておいてください。飛ぶというのは、ジャンプですよね、オーリーやノーリーといった、技を代表する、板の反発を使って、ジャンプをすることです。回るというのは、スピンですよね、飛んで回る、ノーリースピンやオーリースピン、ね、雪面に上に板をつけたままぐるぐるぐるっと回る、ドライブスピンなどがあります。乗るっていうのは、代表的なものとして、片足を立ちをして、ね、こういう板をねぎゅーっとしならせて、乗っていくプレスがありますよね、さらにねプレスの状態から体をねじったり回ったり、それで、飛んで乗せ替えたりね、するような、いろいろな動きをね複合させたね、よくね聞くのはオーベンとか、いろいろなそういうね、コンボ技があります。でこれらの3つの基本的な動きをやりやすい板を選べばグランドトリックの上達がね、早くなるっていうことがね、想像できると思います。それではどのような板が、グラトリに向いているのでしょうか。グラトリの初心者の方が上達しやすいようにと開発されましたこの FNTC の TNT を例にとって説明させていただきたいと思います。はい、それではまず一つ目の飛ぶ、ね、ジャンプですね。この動きからいってみたいと思います。飛びやすい板の特徴は反発を生み出しやすくて、かつその反発がね使いやすい板です。オーリーやノーリーといった、ジャンプ系のトリックは板の反発を生かして、ジャンプの、ね、高さを出していきます。板の反発はトランポリン想像してみてください。柔軟にぐーっと、ね沈み込んだ後にボーンと、ね爆発的な、ね、反発が返ってきます。スノーボードも一緒で、まずはしなってくれなければ、反発を生み出すことができません。グラトリのやりやすい板はこのように軽く体重を乗せるとぐにゃっとね、はい、柔らかくしなってくれます。しかしながらね、ただただ柔らかい板を選んでしまうと失敗します。しなった後にゆっくりと戻ろうとする板と、このようにドンとね、爆発的に返ってくる板があります。この返ってくる力がね、強ければ強いほど反発も強くなります。強い反発を得るためにはこのしなりやすさと返ってくる、反発のね力のバランスがとても重要です。はい、これ、ね、反発の使いやすさもとても重要です。反発の使いやすさとはタイミングの取りやすさだと考えてください。トランポリンでもタイミングを逃しちゃうと飛べないですよね。それと一緒で、スノーボードの板もタイミングの取りやすさ、これ重要となってきます。グラトリ上級者の方はこのタイミングをピンポイントでパーンとね、捉える技術を持っています。しかしながら初心者の方はタイミングを取るのが非常に難しい。なのでちょっとルーズでタイミングの幅がね広い板を選んであげるとやりやすいです。このタイミングに関しては正直カタログとかには載っていません。実際に試乗してみて自分に合ったタイミングの板を見つけるのが一番いいです。しかしながら試乗っていうのはねなかなかできるものではありません。ほとんどの人がしていないと思います。そんな時はもうね、店員さんに直接この板の反発は遅いのか早いのか使いやすいのか、それともピンポイントなのかっていうのをね、聞いてみるのが一番良いと思います。
はい、それではですね、この TNT をね、見てみてください。こうして力を加えると軽い力でね、はい、柔軟にしなってくれます。脚力やね、技術に自信のない、グランドトリックの初心者の方でも、柔軟にしなりを得ることができます。はい、また木のね、素材を使っていますね、板の芯材に、反発の強い木材と、ハニカム構造っていうね、特殊素材を使用しているために得られる反発はね、さらに大きくなります。そして気になるタイミングね、はい、板の反発の使いやすさはルーズに設定してあります。しなった後に一呼吸置いてからでもポーンとね、反発を得ることができます。初心者の方が飛ぶ感覚を覚えるには、ね、最適な設定となっています。あなたの体格、筋力、ね、そして技術レベルのバランスの取れた板を選ぶことにより強い反発を得て高さのあるジャンプを、ね、できるようになってきます。はい、それでは2つ目の動作、回るスピンですね。はい、回しやすい板の特徴はスイングウェイトが軽くて取り回しが良い板、ね、これがまず第一条件となります。さらに無駄なね、エッジの引っかかりがなくて、ルーズに動いてくれる板であればさらに良い板となります。スイングウェイトとは物を回した時にこういうふうに軽く感じるか重く、ね、感じるかの重さのバランスのことを言います。単純に板の先端が、ね、軽くできていて中心に、ね、重心がグッと、ね、乗っていればスイングウェイトは軽くなって、回転しやすくなります。そして安定します、ね、コマを想像してみてください。くるーって回すやつね、あれの、感じです。あれがくるくるって回るよね、感じとなりますね。この TNT も重さのバランスを調整してスイングウェイトをこういうふうに軽くしているので、はい、回しやすい設定となっています。はい、さらに説明にね、板が接している時の回りやすさは、はい、エッジの引っかかりや接面との摩擦に、ね、よって大きく変わってきます。エッジがねガッとね、引っかかってしまってはね、回転スピードが落ちるのはもちろんですが、はい、微妙なバランスを崩した時にドーンとね、はい、逆エッジになってしまいます。グラトリの初心者の方は、ね、特に、ね、このエッジをねずらすっていうね、技術が難しいので、この TNT にはね、エッジをずらしやすい構造の板をね、選ぶことをお勧めします。この TNT は板の中心が雪面にね、ギューッとね、強く押し付けられ、この板の先端のプレッシャーがね、弱くなるダブルキャンバー形状になっています。ダブルキャンバーはこう横から見ると波打っているのが特徴ですね。ゆったりとした M の字の形になっています。このダブルキャンバー形状はね、逆エッジになりづらくてスピンの練習をする時の転倒のリスクを減らしてくれます。なので思い切った練習がドーンとね、できるようになってきます。雪面に板をつけたままこうね回す、はい、ドライブスピンではさらに力をね発揮してくれます。また板の滑走面のね仕上げもずらしやすくて抵抗の少ないサンディング仕上げとなっています。板をねじるこのトーションっていうね技術が身につくまではね、このエッジがずらしやすいね板を選ぶと上達のスピードが速くなってきます。はい、それでは3つ目の動きです。次は乗るね、はい、乗るっていうのはプレスとかを代表する動きとなってますね。はい、乗りやすい板はまず足と足の間がよくしなってくれます。そして転びそうになってもバランスをねギュッとね取りやすいといったね特徴があります。足と足の間がよくしなるこういうね板のことをセンターフレックス、ね、と言います。
センターフレックスの板は体の軸を片足に移しただけで、板がねギューッと、しなってくれてプレスの体勢になってくれます。これがやりやすければやりやすいほどね、プレスの姿勢がねドンとね、安定しますので、その後に体をギュッとひねったり、こっからポンってね、飛んだり、その力を生かして回ったりね、といった、動きにつなげることができるようになってきます。センターフレックスね、はい、板とそうでない板とではね、上達のスピードにね、大きく影響が出てきます。この TNT のように足と足の間のね、素材を柔らかくしなりやすい素材を使っていると、センターフレックスになります。さらにダブルキャンバーのね、はい、板に関しては足と足の下がっているこのロッカーの、部分がですね、極端にしなる傾向がありますので、そのためね、よりプレスの姿勢をドーンと、簡単に作ることができます。はい、プレスの姿勢をね、さらにエスカレート、ね、していくと、板のこの先端、足下じゃなくて先端で、バランスを取るようになります。それをね、乗り系の技とね、呼んだりしています。乗り系の技はね、バランスがとてもシビアになってきます。バランスを崩して転倒しそうになった時でも転びづらい板がグラトリにはおすすめです。クローズ的に言うと止まるところがあるってね、表現したりします。この TNT はこの止まるところをね、ギュッとね、はい、意識して設計されています。 TNT をはじめとしたこの FNTC のね、全ての板に採用されているこの機能は、構造的な企業秘密なので、詳しいことはね、お伝えすることができません。板のこの反り方と硬さの絶妙なバランスで、こういった時にこうピッとね、止まって押し戻そうとね、力が働くようになっています。試乗された方はこの止まるというね、感覚に皆さん感動されます。乗りやすい板はグラトリ向けの板にはね、必須のね、特徴となります。止まるという構造は実際に乗ってみないとわからないことが多いですが、センターフレックスの板はカタログにもね、記載されていますので、しっかりとね、チェックしてみてください。はい、そして最後に、グラトリはあくまでも滑っている最中に技を繰り出すことを忘れないでください。ですから、ターンがやりにくい板ではグラトリを上達することは難しくなります。特にグラトリ初心者の方は低速でのターンをやりやすいこと、スピード調整などずらしたい時に板が、ね、ずらせることが必須です。この TNT はグラトリの練習に適した緩やかな、そして雪が柔らかめのね、バーンで、低速でのターンがやりやすいように設定されています。真逆の板では急斜面のね、アイスバーンでね、スピードを出すためのスノーボードも中にはね、ありますので、間違えてもそのタイプの板をね、選ばないようにしてください。 FNTC のね、全てのスノーボード、こちらは世界トップクラスの競技者たちが乗っているスノーボードの開発を行っていた技術者が細かいところをね、設計しています。ターンはやりやすくて当たり前、ね、そしてさらにこのグランドトリックの技が、ね、やりやすいに設計されたマジックボードとなっています。はい、ではこれらの3つのポイントを押さえてグラトリ用の板をね、選んでみてください。まずは飛びやすい、回りやすい、乗りやすい、ね、この3つのポイントとなっております。またやりたい技によっても求められてくる性能がね、少しずつ異なってきます。どのようなグラトリの技をやってみたいのかっていうね、ある程度決めておくと板選びがもっともっとね、楽しくなってくるでしょう。今シーズン FNTC から発売されますこの3モデル、ね、
こちらちょっとね紹介したいと思います。それぞれ特性がありまして、まず今日ね、いっぱい紹介しましたこのグラトリ初心者向けの TNT、ね、これはまず基本的な動きですね。ノリのプレスやオーリーノーリーといった飛び系、あとは基本的なスピンっていうのがね、やりやすいように、設定されている初心者の方がグラトリを練習するね最適なモデルとなっています。続きましてこちらですね、はい、CAT です。低速域でグラトリをね極めたいというふうにね合わせて設計されたのがこの CAT となります。 TNT の乗り味をよりレベルのね高い人でも満足ができるようにしたこのスペシャルモデルとなっています。乗り系の技応援とかねそういった技もっとまたノーリスピンのぐるーっとセブンツーとかねノーリセブンとかのね、高回転を狙うことももちろん可能です。大会で勝てる板っていうのね、コンセプトにこちらの板は開発されました。続きまして自分も乗っていますこのはい SOT ですね。高速でフリーランを楽しみながらさらにグラトリも楽しみたいっていうね人に向けたモデルがこの SOT となっています。この3モデルの中でも最も強い反発を得られるので、ノーリーセブンとかねそういう高回転をガチ狙いたいという人にもねおすすめです。グラトリだけではねもう物足りないね、オールラウンドで楽しみたいっていう人ね、パークとかでもキッカーも飛びたいしみたいな、カービングもしたいしっていう人にもねこちらのね SOT がおすすめですね。最近ではこのラントリーっていうねスピードフリーランの中にグラトリを混ぜたりだとかカービンをがっちりしながらトリックを入れていくねカービングトリックってねスピードを出しながら技をやっていくっていうのもこの SOT ならバッチリハマりますね。 FNTC にはこのグラトリの技に分けた3モデルを用意しておりますのでぜひ迷った時はこちらを参考にしてみてください。はい、板選びはスノーボードの楽しさの一つです。自分のスノーボードやりたいぞ上達したいぞっていうね気持ちを満足させてくれるとっておきの一本をねぜひ今シーズンは見つけてください。今シーズンも思いっきりスノーボード楽しみましょう。はい、それではレイトプロジェクトの滝沢圭一でした。バイ。I never, never.
Thank you.